戦力は俺の方が高いのになぜ負けるんだ。おはようございます、こんにちは、こんばんは、グッチマンです。今回の動画は正統派幻想 RPG エターナルツリーの動画になります。サービスを開始してまだ間もないんですけど、皆さんまだ試行錯誤してると思います。右も左もわからない状態でとにかくストーリーを進めていくなりなんなりやってる方もいると思います。その上で戦力をとにかく上げてストーリーを進めてる方もいらっしゃると思います。最序盤に関してはそれで大丈夫なんですけど、後半になるにつれてそれが無駄になってしまう恐れもあるので、そこの部分のみに関して説明していきたいと思います。それでは早速解説の方へ移動。それでは早速解説の方に行くんですけど、皆さん戦力を上げる時ってただ単純に強化できるものを片っ端から強化していったりっていう感じで、もしかしたらやってるかもしれません。ただこれ、他のゲームでいうところのグランブルーファンタジーですねのシステムともうほぼほぼ一緒なんで、違う部分も何箇所かあったりはするんですけど、グラブルを前提に考えていいと思います。ただグラブルをやってない人にとってみればこのシステムっていうのはかなり複雑で、結構意味がわからない部分も多いと思います。チュートリアルの方をやっていけば多少なりと分かるんですけど、それでもちょっと説明不足の部分もあるし、このゲームに至っては1日のスタミナの回復量とか、その石を使っての回復の回数とかが5回っていう制限が入ってたりと、結構リソースが限られてるんで、やたらめったらわけのわからないものに強化の素材を使っていってしまうと後半絶対足りなくなってきます。なので最初の段階から知っておくことで、始める段階から知っておくことで全然後半伸びが変わってくると思いますんで、そこのみの説明をしていきたいと思います。はい、そしてこれが私の最序盤の方の編成です。チームのパーティーの属性ですね。バラバラですね。でこの装備、海峡効果と書いてあるんですけど、俗にエコーと呼ばれているカードですね。これも属性がバラバラに入ってとりあえず強化して入れています。この状態でかつこの虚数機構、イマジナリーオブジェクトと呼ばれてるもの、ロボなんですけど、ここも関わっていきます。でここのディオーネに関しては氷河の加護で、ここにスキルの効果が書いてあるんですけど、こう読んでいくと根壁系統の加護スキル効果が 90% アップすると書いてあります。ここが非常に重要なんですけど、この装備の海峡ですね、エコを見ていくと、この水属性ですね、氷結の磁界2と書いてあります。ここがスキル名になるわけですよ。ということは先ほど言っていた、根壁の加護効果がここにこの 90% 乗るっていうのがここに入ってこないということになります。一方こちらは根歴の磁界2っていうここをスキル名になってます。ということはこの水属性キャラ攻撃力プラス 15% にさっきのロボの 90% が乗ってくるという形になってくるんで、もう破格の性能にいきなりなってきます。なので同じ水属性でもここの名前の部分が違うと効果が乗ってこないという部分があったりするので、単純な戦力で勝っていたとしても、戦力がそうですね20万ぐらいの人だったとしても、ここのシステムを理解してないことで15万とか17万ぐらいの戦力の人にも、そのシステムを理解している15万17万の戦力の人にマルチのダメージレースで負けてしまうという形になってくるんで、単純に戦力を上げればいいものではないということを理解しておいてもらえたらいいと思います。そしてプラスで肝心なのが、ここを読んでいくと水属性キャラの攻撃力がプラス 10.2% と書いてあります。ということはさっきのロボを、じゃあこれ炎になってるからこの根歴と合わせようと、この加護領域の根壁系統の加護スキル効果 90% を乗らせるために、ここの装備の部分をじゃあアストロのみここはもう読むのやめよう。でこっちですね、この根歴 α1 型みたいなのをじゃあ装備を変えようと。でこれで、じゃあさっきの加護効果が乗って 15% に、プラスで 90% の加護効果が乗るということになって、あ、じゃあ攻撃力上がるんだねと思っても、水属性キャラのと書いてあるように水属性キャラにしか適用されません。ということはさっきの 15% プラス90% みたいな数値がこの風属性キャラとか炎属性キャラ、光属性、地属性には乗ってこないという形になります。意味がないということになります。全く意味がないのかというとそうでもないんですけど、この、エコーにある攻撃力と HP、 ここのみに関してはちゃんと乗ってきます。なのでこの効果の攻撃力 7782 と HP の1657は、一応しっかり乗ると。ただ完全にもったいないですよね。そういうところも相まって、ちゃんと属性は一つに絞ってこうねってよく言われてるのはそういうことなんですけど、プラスですね、ここの編成の部分、ちゃんと炎属性、水属性、地属性みたいな感じでしっかり分けられてるんで、こう有利な属性を使ってモンスターを倒していくと、最終的に6属性のパーティーを組んでいくことになるということを覚えておいてもらえたらいいかなと思います。そしてそれらを踏まえて、じゃあ一体どの属性から育てればいいのかわからないよという方もいらっしゃると思います。基本的には推しのいるパーティーの属性のキャラとかで育ててっても問題ないと思うんですけど、現時点で水着のイベントがやっております。この水着のイベントで、ガシャで当たったら、この夏至さんは基本的にはぶっ壊れキャラと言われてて、その解説に関してはちょっと省くんですけど、プラスイベントを進めていくと SSR の配布キャラの方ももらえます。でかつこれはちょっと課金になっちゃうんで、人それぞれかなと思うんですけど、この初心者応援パック、これ120円で SSR の、このかりんちゃんも俺買ってしまったんですけどっていうキャラ、俗に120円の女って子があって言われてるキャラなんですけど、普通に強いです。120円は本当にお得だし、じゃあ例えばこれを買った後にガチャで回してかぶっちゃったとしても、それはそれで凸れるんで、問題ないかなと思います。最初の段階でそれなりにサクサクと進めていきたいんだよっていう場合は、課金に抵抗がない人はこの120円の初心者応援パックはおすすめできる品物ですね。で今まで説明していたキャラですね、全部水属性なんで、それらを入れるプラスアルファ SR を入れるだけで水パーティー完成するんで、しかも別に、その即席で作ったかのような流れでしたけど、普通に強いパーティーがそれで完成するんで、あとはやっぱり大切なのがここですね、ディオーネ、このロボを作ることも大切ですし、ここをちゃんとリーダーのところにぶち込んであげることも大切です。その上でどうやってこの素材、強化していくのかっていう話と、ここのリソースがちょっと肝心でして、とりあえずですね、強化の仕方は、ここを見ていくとこの右上に詳細があるんで、強化、突破、海峡青年とかいろいろあるんで、これを重ねるなり素材で突破して強化してっていう形でやっていくんですけど、この素材がめちゃくちゃ足りないんですよ。でスタミナもBP の方とかも、BPAP ですか、両方ちょっと同期しても足りないんで、これどこまで素材ぶち込むのかと。最終的にはですね、この SR っていうことは捨てることに、捨てるっていうか、分解することになると思います。どこまで育てればいいのかっていうのは、多少人それぞれかなとは思うんですけど、私は、60レベルの SR を、2体完成させて、あと45を2体。であとは30とかそこら辺でいいかなって私は思っちゃいますね。プラス今回のイベントでこの SSR のこれですね、ちょっといろいろ計算式とかあるんで、そこもまたちょっと割愛するんですけど、この SSR は1枚貫突の、マックスまで強化したやつをとりあえず1枚ですね入れておけばいいかなと。でこの状態から、じゃあハードですね、マルチのハードだったりいって、そこから SSR 染めをしていけばいいかなと思います。分解して素材多少戻るとはいえ、やっぱり直近で素材が単純に足りないので、課金してスタミナ回復とかしてバンバンやっていくって人はいいんですけど、なるべく素材をケチりたいっていう人は、ここら辺ぐらいまであれば、今のところ単純にストーリーをクリアしていくだったり、イベントのボスを倒していくだったりに関しては、そこまで苦にはならないですし、クリアできないってこともないので、なるべく抑えてやっていった方がいいと思います。はい、それではまとめの方に入りたいと思います。1つ目、1日のリソースに限界があるので適当に強化するのはやめようという感じで、課金をあまりしない場合っていうのもそうですし、課金をする場合においたとしてもリソース限界があるし、序盤はやっぱりどうしてもいろいろと足りなくなってくるので、やたらめったら強化していくと後々後悔するので、適当に強化するのはやめましょうと。で2つ目ですね、使いたい属性の虚数機構ロボはですね、リーダーに設定しようと。初めの段階ではこれ結構分かんなかったりするんで、これをやらないとそもそもカゴ交換乗らないんで、これをやっていった方がいいということで、3つ目ですね、初めに育てる属性ですね、水がやりやすくておすすめです。ただこれに関してはおすすめなだけで、他属性でも全く問題ないし、推しキャラが他の属性にいればそれを育ててあげればいいかなと思います。そして最後の4つ目ですね、水着イベント、今開催している水着イベントはエコーもキャラも優秀です。で無料で手に入りますんで、必ずイベントをこなしていって2つともゲットして、1つはエコーの方は貫突して、キャラはゲットして育ててあげましょうという感じになります。はい、今回の動画は以上になります。説明の方なんですけど、もうちょっとね、突っ込んだ話をしたいところではあるんですけど、あまり詰め込みすぎると、そもそもグラブルを分かってる人は、分かると思うんですよ、簡単に言えば。ただ、グラブルを知らないって人にとってみれば、このシステムはなかなか複雑なんで、全部を一気に解説しようとすると、余計分かんなくなってしまうんで、小出しで、ピンポイントで解説していこうかなと思います。ただですね、7月の方が、私結構忙しくなってちゃうんで、動画の方はちょっと難しくなっちゃうかもしれません。で、その分生配信の方では頻繁にちょっとやっていこうかなと思ってますんで、質問等がある方は生配信の方でガンガン言ってもらえればいいかなと思います。皆さんと一緒にね、楽しんでゲームをやることが私の活動になりますんで、一緒に楽しんでいきましょうということで、また生配信動画等でお会いしましょう。お疲れ様でした。グッチマンでした。